アダン伯爵、アビリさん、ロランド様、フランセット、そして私、さあ陰謀の時間です。チート能力を使った安心安全な異世界生活、まずは当面の資金を作る。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。サキュー。飛躍といえば女神の涙、このくらいの設定はしないとね。王宮からの呼び出し。カオル、若い愛しの花嫁よ。だいぶこじらせてるな。もはや執念ですね。今日からここが君たちの家ね。忙しくなるよ。はい。女神様。他ならぬ女神様のお望みでしたら、すぐにでもポーションで人の役に立つのもいいかもしれない。女神の奇跡はこのルエダ帝国にこそもたらされるべきもの。医師会の少女を手に入れるのだ。魔法のポーションの存在が均衡を保っていた国々のバランスを崩した。俺たちはもう役立たずの子供じゃない。あなたの願いとあれば喜んで手伝いたい。私に原因があるのなら落とし前はきっちりつける。この剣と共に勝利への道を切り開きなさい。私はやることがありますので。この子ってどうしてこう悪人顔が似合うんだろう。カオルちゃん、どう？この世界は。いろいろ冒険して楽しんでるよ。背景、長瀬家の皆様、私は異世界ベルニーでそこそこ元気にやってます。さあ、一招待ポーション頼みで生き延びます。